が白くなったの。薄着やけそりゃ寒いやろ。ぼやけさんかわいい、ありがとう。うん、マフラー女子。ツインテール出した方がいいのかな。出した方がいいかな。マフラーの結び方が分かんなくて。どう、部屋は。私は暖房入れない派なんですよ。冬は暖房を入れずにこのヒーターだけで過ごす派なので寒いです。なぜかというとお肌がね暖房で乾燥しちゃうのだからね、気にしちゃうの。マフラー女子です。ココアが主食だおだおツインかわいい、嬉しい。ツイン、あ、ドラチャレも一緒に見ます。ドラチャレ一緒に見ます。ドラチャレ見てくれてありがとう。皆さんドラチャレ見てね。 YouTube でカタカナでドラチャレって調べたらいっぱい出てくるから見てみてね。難しい英語ね。やっほー、香港あったかいんだ。なんで？そうなんだ、好き。明日も寒いだろうね。あったかい格好しなきゃ。ちょうどドラチャレってありがたいわ。ゲレンデでこのリコチいたら絶対声かけますみたいなみたいな感じ。ほんと？今日でも今日はどうかしら。今日はツインテールにしてもらった。私ってもしかしたらツインテールももうまだいけるかもしれない。何も考えずにツインテールしたけどね。明日からのお話し会超楽しみ。 2days だもんね。ヒーターも暖房か。じゃあエアコンを入れない、あったかいエアコン入れない。英語上手、ありがとう、優しいね。でももっともっと頑張るね。まだ見てないから後で見るね。うん、寝落ちにぴったり。マイナス10度ソウルはマイナス10度だって。寒い、もうこんなんじゃ生きていけないでしょ。やば、聞くだけで寒くなっちゃった。そっか、頑張って、風邪ひかないでね。台湾今20度、夏やん。暑、あったか。私の部屋の温度は多分ね16度とかだと思う。見てみよう。え、 14.3 度、 14.3 度だった。14.3 度でした。キオ兄さん手袋ありがとう。こんばんは、お家帰ってきたよ。香港今21度、めっちゃ暖かいね。いけるか、30年いけるツイン。ドラチャレ YouTube 見ながら配信見てます、ありがとう。ストシンでクワトロさんハートありがとう。質問分かりやすかったかな。本当ソウルは寒いんだ。You guys good at English? Really? ありがとうね、優しい。 Thank you. ソウル寒いんだね。室内としてめちゃくちゃ寒いけどヒーターがあったかい。そうなのよ。こんばんは。もうね、明日楽しみ。ずっと会いたかったもん、みんなにね。ずっと会いたかった、本当に。広島市の今の気温3度。え、そんな寒いの？広島市ってそんな寒いの？そんな寒いの広島市って。つのさんばらありがとう。牡蠣の赤ちゃん、おお、
全然少しでも嬉しいです。通訳大丈夫かな。本当ぜひ皆さんドラチャラ見てみてください。え待って、今日ボスベイビーだよね。え待って、あもう終わってるかな。ああ今日の金曜ロードショーボスベイビーだったんだ。ボスベイビーまでには帰れなかったんだよね。そう前普通に夜遅かったからね。楽しかった今日は。よろしく、えよろしく。超楽しみ、超楽しみだ。嬉しい。え明日も明後日もよろしくね。めっちゃ楽しみや。覚えとく、みんな来てくれる人のこと先に覚えとく。ありがとう。そうドラチャレぜひぜひ見てみてください。ふう寒かったけど明日はどんな髪型をしようかなって考えてます。でも多分髪の毛は巻き巻きします。巻き巻きしようと思います。髪の毛は巻きます。だから頑張って早く起きてみんなのために髪の毛巻くから楽しみにしててね。ポニーテールがいい？ありだね。ポニーテールに本当にするかもしれない。みんなのためになんかデートみたい。デートみたいだ。ぶんちゃんハートありがとう。うんうん外にいるの。これグリーンバックでさ後ろはさ私の部屋みたいなさそういう配信かもしれんね。もしかしたら外におるリコチ。うん巻き巻きする。なんかデートみたいだ。サンタさんの帽子かぶる。まだわかんないの。まだそうまだわかんないけどかぶりたい。かぶりたいよ。なんかデートみたいじゃない？だってさみんなのためにさ、ま、かわいい、みんなにかわいいって言われたいからさ。頑張って。私巻き巻きそんな得意じゃないのでね、ボサボサだと思う。頑張る。でも私明日はあの化粧品をなんかね、明日はね明日はあのコスメとかを買いたいんですよ朝に。だから11時からお話し会が始まるから、だからほんと鍵開けしないといけないかも。鍵開けしようかな。頑張って鍵開けするかも。私緑の服好きだから。ダメだね。うん。サンタさんの服に合うリップの色確かに迷う。明日はね、でもね明日はそう化粧品を買いたくってちょっと一旦ねなんかねチークが欲しいんですよ私は。そう開店と同時にそうお買い物しようと思って。そう多分ね全身サンタさん明日はね。そう明日はそうだからちょっとあのチークが欲しい。チークとちょっとハイライトが今なくなっててそれを今欲しいなって思ってる所存です。みんなにちょっと可愛いと言われたいから頑張る早起き。ドラゴンフライズさん明日明後日は新潟県。そう頑張ってほしい。え S サンタさん S サンタがいいの。S サンタがいいの。ハロー。そうなんだ。みんな頑張ってる。でもなんかスポーツとか見てるとそのスポーツをしてる方々がめっちゃ頑張ってるから頑張
頑張ろうって思えるよね。だからきっと私もみんなのそんな存在になれてるのかなと思うと、もっと頑張ろうって思える地上波はリコちゃん出るの、さあどうかな。さあ S サンタ、 S サンタがいいんですか。ぜひ調教、調教されたい。みんな明日よろしく。寒さも吹き飛ばすほかほかなお話し会にしようね。なりこちがいい、ほんと明日は。そう、あとなんかね、最近すごい冬になってきてちょっと乾燥気味なのね。だからちょっと保湿力の高い化粧水をもね、模索中、模索します。ほんみきゃくかわいい、ありがとう。ほかほかですか。でも今日こそこのマフラーをつけてくればよかったとか思った、後悔しました。いやね、これ使い方合ってる？これ使い方合ってます？イヤマフ。昨日暑かった昨日は暑かったけど今日こそこれの出番だと思った。うん、イヤマフと帽子ってどうやってつけるの？一個はダメ、役割かな、ね、明日寒いのかな。明日イヤマフで出よう。合ってる？これ合ってます？合ってるかな。甘い大人サンタ、わかりました。わかりました。大正解ですか。そう、ツインテールしてるんです。今日はでも普通にこっちはパーカー、準備万全。これで正解か。ちょっと待って、本当にみんな正しいこと言ってる。雪、雪んこりこち、そう、まつげバッチリです。待って、イヤマフベレー帽検索します。間違えた、ベレー帽じゃないね、ニット帽だ。ねえ、みんなにこれ楽天にあるんだけど。あこう、え、でも、え、なにこれ、ぴったりじゃん面白い。ねえ、検索に結果で出てくるの。んー、どこだろう。イヤマフ、ニット帽両方つけるね、スーパーヒーロー。え、出てこない、出てこない。欲張りなのかな、やっぱ欲張りかな。私今日緑色、ここだよ。なんかね、ちょっとね、知恵袋があります。知恵袋がある。ケンタッキーさんありがとう、雪の結晶とハートありがとう。ベレー帽合わんな、ニット帽。ですが防寒対策でニット帽と耳当てをしていこうと思っていました、家にあるので。けれど試しに両方してみるとできませんでした。耳当てが邪魔でニット帽がうまくかぶれません。ニット帽だけでも平気ですか。深めにかぶれば、ニット帽で折り返しを伸ばして耳まで。両方かぶる人はいないみたいですね。大丈夫ですか。It will be colder tomorrow. Yeah. Right.
寒いよね絶対。明日も寒すぎてさ、身に力が入るというか、なんかちょっと震えそうになっちゃう。息が白いかな、まだだ、先駆者になるか、前行ける変じゃない。うん、うん、うん、お、牧体公園やるね。昨日かすごいよかった。悲しいこともあったけど、やんねえのお誕生日一緒に祝えてよかった。ふうみさん、バラありがとう。ん ?27 日中夜。すごすぎん?え?すごくない?めっちゃ楽しみなんだけど。復帰おめ、ありがとう。野口さん、ハートありがとう。うん。そう、復帰しました。ありがとうございます。え、すごいな。当たったの。あ、告知したいこと山ほどある。桃鉄ツアーは工藤は出ません。桃鉄ツアーは工藤は出ません。写真会来る、19日写真会だ、楽しみ。ふみさん、ハートありがとうなんと桃鉄ツアーは工藤は出ないんですよ。どこだろうね。そう、でも応募期間は12月17日金曜日、もう今日ですね、から12月21日の23時59分までなので。そうなのね、だから皆さんもし STU が好きな人はぜひぜひ桃鉄ツアーに参加してください。私もね、そうだね、自腹で行くか、自腹でいくら食べるか。そしてそして、あの、そう、放課後ホームルームもあります。放課後ホームルームはもう受付が始まってます。なんと私はとね、私のね、1月7日はマイカーの日なんですけどなんとあのやばい、しかも深夜だ。あのね、放課後ホームルーム、なんとペアはほのたんさんですほのたんさんとペアです。放課後ホームルーム、なんとチコタンです。チコタンです、勝手にペア作ったチコタンです。私ほのたんさん本当に好きなので嬉しい。なんとなんとチコタンで。ほのたんさんどんなイメージ？え、もうね、美ボディ美ボディです。放課後ホームルーム、え、申し込んだ？もう早いね、最高。あ、ほのりこか、チコタン、チコタンでやってます。わかんない、私が勝手に作った。ほのたんさん平日だから確かに遅いですね、私たちなんと20時から21時の部と21時とから22時15分、なんと22時を超える部があります。22時を超えるとおほほそうです、チコタンさん、チコタンさん、ビボディとビレッグとビッビッなお時間があります。絶対楽しいよねほのたんさんはね、本当になんか頼りになる先輩なんですけど、本当にこの人面白くて一緒にいて楽しいなって思います。ほのたんさんと一緒にいると本当に面白い人だって思いましたね。チ
コタンってあれだよね、なんか凶暴化するカワウソみたいなやつだよね本当は。やっちまった。暖房節約中。節約というより私あなんかエアコンが苦手なので肌が乾燥しちゃうから、だからヒーターでヒーターで結構足が熱すぎて困った。もう今からと12月21日までの夜まで、なので楽しみですね皆さん。いやーほのたんさん絶対やりやすそうだな、なんか私がどんなことを喋っても受け入れてくれそう。攻めすぎてみんなが引いちゃうかもねコンプラは守、コンプラは守るね、ある程度ある程度守るねみんなが行く前に中止になるか。ニット帽かわいい、惚れそう、押しそう、好きになりそう、惚れそう、押しそう、好きになりそう、そう私は工藤理子。全然違ったな。可愛いですか、温めたくなりますか今日はあざといですね、あざとい。でも私結構なんかあざといのかな、わかんないけど。猿山さん、まあ、ありがとう。冬美さん、ありがとう。まあなあ、今日はでもちょっとあと14分ですね、あのお風呂をためて今日は早く寝ようと思うので1時までには寝たいので、あの23時半に配信を終えようと思います。早く眠れるように見守っておいてください。温めてあげるだけじゃなく温め合いたい、一歩上を行くねてへぺろ。確かにココリココンビ、ココアさんと、そうだね、ココリコも大好きです。ココリコもでも今ココアさんはお受験で結構大変な時期を過ごされてると思うので、だから頑張ってほしいです。もういつも本当に えらい頑張っててと思う、尊敬。コイメブさん千万両ありがとう。そうです、いい子は寝る時間と、さりげなく朝と、はあ明日はでも私服が見せらんないのか、何着ていこう、とりあえずあったかーいの、あったかーいの着ていこう。確かに結構みほとゆみこ姉さんとのペアも あるし、みほとそらはさんのペアもあるから、みほ、ゆみこ姉さん、そらはさんの3ペア、この3人ペアはめっちゃ定番やなと思うし、沖さんとパセリのねペアもあるし、これおーってなるし、あとは同年代コンビっていうのかな、同年代コンビのあのココアさんとあとユナユナもいいし、あとはもうコンプラコンビです、はいあお、コンプラコンビをねもうありですよね。コンプラコンビのほのたんさんとチコです。おー確かにコンプラ守ってねコンビそうか、コンプラ姉さんいないもんね。明日朝、早いね。ミキヤくんバラありがとう。ふんねくできててすギョい、よかった、ありがとうありがとう、ハルルンさんバラありがとうほんと、お、はじめまして待ってるね。コンプラ守りましょう、コンプラしっかり守っていきましょう。皆さん、ニキのコンプラ姉さんでも行きますか。今日の服これが似合いそう、手袋ありがとう、確かに。ほうほう、冬美さんだるまありがとう。
暖かくなろうね一緒に。もうね、もうご飯を食べて暖かくなるのです。ナチュラルボーンアザトイ。 I was born to be アザトイ。 How do you say アザトイ in English? なんて言うの。楽しみです明日は。でも明日は意外と帰る時間がちょっと遅くなるのかな、わかんない。何か多分する。あ、みんなと話すのか、え、嬉しい。普通になんか話せるのが嬉しい。だから私服はあったかくいこう。リコチーモースのスポーツテスト出る。出るよ。でも全然爪痕残してないです、ごめんなさい。全然爪痕残してない。もし腹筋の回が、もしリコチの、お腹が、うん、あとリコチの、その一番頑張ったのがあるのよ。それがもし放送されるとなったら、でももしブスすぎて本当に結構ガチでやったから、いつの間にか20話後とかいつの間にか通信みたいな感じになってるわけだから、もしかしたらブスすぎて使えないとか ならないかな。早すぎて使えないならあるかもしれない。そう、復帰の、そうそうそう、復帰の、そう復帰の、そう復帰って知らないんですか。復帰です。復帰、スナフキン、そうスナフキンが、そうスナフキンしたんですよ。そうスナフキンです。スナフキン、いや多分ね、スポーツテストで肉離れになった。スポーツテストの残りがが肉離れを催したって感じです。スポーツテストでは肉離れしてないですよ。そう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 、スナフキンです。そう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 、放送楽しみにしててね。でもさ、でもさ、裏企画とかないのかな。裏企画ないのかな。今日は、ん、今回の妹は本当にスポーツテストだけをやったのでしょうか。それとも何か裏企画があったのかな。そうなんですよ。あー目が落ちてきそう。スナフキン楽しみにしてて。楽しみ、楽しみ。回ってた。キースタン裏番組、裏企画みたいあるかもしれない。姿勢正しくいこう。ふみさん頼むありがとう。うん、ありがとう。眠いから揺れちゃうよね。はあ、ゆりかごって感じ。キャルキュレイティング、わーお、キャルキュレイティング。明日も早い、ちょっと。でもみんなのためにおめかしするために早く起きる。みんなのために早く起きます。みんなのために早く起きる。みんなのために早く起きる。目が回った、あ、そういえばタクールちゃん、タクールちゃんからなんとフォローが来たんですよ。もしかしてタクールちゃんって私のことを、タクール小坂ちゃんですよね。タクールちゃん、タクちゃんって呼ぼうかな。タクちゃんからフォローが来たんです。もしかしたら私のこと好きなのかな、推しメンかな。ちなみに私が一番気になってる候補生はタクちゃんです。タクちゃんもう最初から、あ、この子いいなというか
この子面白そうだな。お兄ちゃん2人いるんだ。サコとコサコ、大サコがおらんにゃ大サコ大サコ、大サコ、サココサコ。へえ、気が合うかもね。頑張ってと思うよね。全然全然ね、詳しくないんですけど、タクちゃん可愛いよね。なんかあの声が低いのかな、ハスキー、落ち着いてるような声だけど15歳ですっけ。でなんかそのインド感を感じますインド感をね。そうなんかナマステって感じなのかな。インドネシアでしたっけ。インドだよね。ナマステって感じ。サウジアラビア、いや違うよね、インドだよね。英語喋れる子は武器だから素敵だと。普通に顔かわいい、普通にかわいい、かわいい、なんかかわいいから、かわいいかわいいから、かわいい中佐子もおらん、中佐子、大佐子か。パパがインド、パパ、パピーがインドディン、パピーがインドディンか。パピー、あ、書道も、あ、結構私と趣味が合うというか馬が合うかもしれないねすごいね、みんななんて言うんでしょう、多彩ですね。パパがインドディン、頑張ってほしい。みんな頑張ってるよね、偉い。みゃ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 。めっちゃひさひさや。もう27分だ。みんなお風呂溜めてくるね。いや、うん、ちなみにお風呂は昨日の夜に洗いました。これは違うよ、アルパカ、アルパカパカパカ。ちょっとおかぴー、いえ。ということで今日も私の配信に足を運んでくれて、え、タクールリコ、さ、コサコリコ、コサコリコ、リココス、リコサコ、リコ、コサコリコ、いいね。じゃあ皆さん、本日も私の配信に足を運んでくれてありがとうございました。そして明日みんなとお話し会で、あのみんなとおしゃべりできるの楽しみにしてます。生き抜いて偉い。あ、もう終わります、今来たばかり。じゃあね、お疲れ様でした。12月のリコちもよろしくお願いします。下半期もよろしくお願いします今来たとこ、うん、あー風邪ひかないでね、外からの方。足は運んだ、うん、目を運んだループする、まとめする、いいね、いいね。明日おはようしようね、みんな目がもうこれ一点見つめ、明日おはようしようね、おはようしようね。じゃあ39位から読みます。ゆうきさん、ゆういちさん、ゆうこりさん、ゆ
ケンケイさん、リコポポさん、ヤマトさん、カピバラミキヤくん、フォーユーさん、カズさん、リュウトさん、ミワさん、ひまわり29さん、ツノさん、コイミブさん、ソレナルさん、マサシマルさん、伊藤ひろしさん、クボズンさん、ナベさん、タカさん、クニちゃん、ノリミオさん、モビさん、トトさん、ミヤティさん、渡辺さん、30点さん、エドモンドさん、ナルキスト、スコールさん、CO2 さん、マシャさん、ブンちゃん、キヨニー、そして本日の気持ち先生は野口先生です。昨日もだ、ありがとう。ボヤッキーさん、ハルルンさん、ありがとうございました。本日のメルヘンチェンジ、デザインティユーさん、ありがとうございました。そして第2話、マイコルさん、こんばんは、ちんちゃこまおよ。そして1位はりょうじいさん、りょうじいさんありがとう。明日お話し会で答え合わせしような。じゃあね、バイバイ。ありがとう、イムニだ。みんな生姜湯飲んでゆっくり寝る、ありがとう。優しいね、優しい。生姜湯飲む。生姜湯飲む、ありがとう。おやすみなさい。また明日会いましょう。じゃあね、みんなのために早く起きておめかしします。じゃあね、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。キャンプウェイティングワール。